日本鹿児島県薩摩仙台市、西向田町西向田町は、鹿児島県薩摩仙台市の町、旧川内市、西向田町。郵便番号は895-0027。人口は339人、世帯数は173世帯。西向田町の全域で、住居表示を実施している。地図上の青色の区域が、西向田町の区域となっている。 国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成薩摩仙台市の西部、川内川と熊野城川に挟まれた地点に位置している。麻生駅の北方から東方にかけて、向田本町、東方は、東向田町、南方は、向田町、冷水町、西方は、神田町、東海門町に接している。中央部を南北に、 国道3号が通り、沿線に商店街が形成されている。南部には、川内駅交差点より、鹿児島県道42号川内かじ線が西方へ通っており、北部には、向田交差点を中心に、鹿児島県道43号川内串木の線が、西方に、鹿児島県道394号山崎、川内線が東方に通っている。百八十一年には、 高城軍、出水軍、伊佐軍、薩摩軍、古式島軍の五軍の軍役場が置かれていた。1965年4月1日に、向田町及び冷水町の一部の区域において、住居表示に関する法律に基づき外区方式による住居表示が実施されることとなった。それに伴い同日付で、町名、地盤の変更が行われ、川内市、 向田町及び冷水町の各一部より分割され、川内市の町名、西向田町として設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古敷村、上古敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、 法定合併協議会において、川内市の町、字については、現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。川内郵便局私立小中学校の学区は、以下の通りである。ありがとうございます。